はい、どうもみなさん、こんにちは、マジャ TV です。ということで、今回もウィニングルーム2018撮っていきたいと思います。ということで、今回もですね、引き続きこちらのスペシャルエージェント、やっていきたいと思います。まあ、前回ね、やっと黒来たということで、まあ、ちなみにあとは、ね、今までの、ね、ガチャ動画、まだ見てないよという方はね、下の説明欄に貼っとくので、ぜひチェックしてもらいたいんですけれども、もう銀が28。もうね、これ9、どんくらいあったんだろう。まあ、とにかくかなり引いてる銀を、もうね、うん、銀も 50.4 だから。うん、もうこの確率半分に金か、うん、もうあれなの、黒なの、そう引けばってもうこの辺から来るということで、最初引きたい、どうする、はあ、どうしよう、どちらぶ、ここでお願いします、よし、まあ、10回ずつ、10回ずつで今回も20連、ちょ待って、気持ちよくなりて、俺も黒玉が出た時は脳汁、わー、デンベレ、でも金もうばっかだよ、だってもう半分なんだもん、引く、デンベレ、ちょ待って、蹴ってる蹴って、後ろにヒューって、あ、ケイン、違う、ケインも黒か、ギャリー・ケイル、まあ、強いよね、ちょっと待って、スピードでも遅いないんだよな、スピードないのがどうやって使えばいいのかっていうのは、本作がね、結構裏にポンって蹴られる、うん、多いからね、お前 7.9 だぞ、お前10までいけよ、出せや、38だから、最後さ、本当にもしさ、あの全部さ、あれだったらさ、うん、もう黒しか残んないんじゃない、一緒あるよ、お疲れしたーっつってお疲れしたーってなんじゃない、もう普通に楽しみにしてるって、うん、さあ誰、ポーランド、でもレバーか、レバーの友達、うーん、減った、まあ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 、だって2分の1の確率で銀は、でも銀減ってってる、銀さん、黒濃いや、金さん、銀さん、黒、あ、でもまあ半分で金だね、金は結構いるから消化していかないと、誰、胸トラ、ど、モリエ、あ、右サイドバックで何、190cm あるの、ちょっと待って、スタミナ、あ、でもスピードもある、えっ、ポーツなんてない、見て、身長190ってスピードあんの、今でもフォワードもできない、え、ちょっと待って、えめっちゃ高いやん、能力値、え、でもまあちょっと瞬発があれだね、いや十分でしょ、これ初期値30だよ、え、ステミナ89じゃん、え、いやこれ強いだろ、ボールコントロールだって結構高いぞ、いやもう今作さ、でかさあんまりっていう、いやまあそうだけど、でもさ、ちょっとでかいやついた方がさ、まあいいんだけど、でもクロスサイドね、特に狙われないんじゃない、あんま、いやでもあの、そうは言ってもやっぱキーパーのなんていうの、セリー、ヘニングセリーとかさ、まあまあまあ、それはあるな、え、めっちゃいいじゃん、結構嬉しい、クロ、あー、ちょっとお前、メッシ、メッシ楽しんでるじゃん、メッシ、あ、キーパーだ、あ、まあ、いやキーパーいいよ、え、誰、クルトワール、クルトワール、クルトワだー、やったクルトワだ、クルトワ、クルトワ、クルトワ、ティボー、ティボー、いや、富士通が似合う男完全に富士通だ、これね、もう2017ゲットできなかったんだよ、いや、すごい、こんなの可愛い顔してさいいよね、髪型もね、ここぐらいまでの長さが限界だよねこれ以上長かったらね、キャッチングするときお前邪魔だろ、髪切れって言われるけど、ティボー、いや、素晴らしい、いや、黒はキーパー絶対欲しかったんだよ、いやこれ欲しかったんだよ、ブーフォンでもよかったんだけどね、ブーフォンはめっちゃ止めるし、確かにいいんだけど、俺たち一回もやっぱクルトは思ったことがなくて、クルトは来た、いやもう5回目ね、いや待って、お前たち楽しんでんの、うん、俺やっぱ前半行けよかったかも、ちょっと待って、これもでも、もうなんか、あ、ちょ、ずれんじゃない、ずれて、ずれて、あー、ずれた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 、え、フォワードじゃない、へっ、スワレス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 、来ちゃいました、手の持ち方で、ボールのやっぱりちゃんと正面を見せてくる、この律儀さ、好きだな、いやー、お化け蹴ってる。え、蹴ってる95あんじゃん。うち入るじゃん。スアレスがめっちゃ強かったね。99。やべえ。で、今回雷演出ないの？あの、アプリだけしかねえのか。アプリしないっぽいね。やべえ。しかも上の黒取ってきてる今、黒。ちょっと待って待って待って。俺全然楽しめねえじゃん。6回目。俺が何倍連れてきちゃったよ。いやまあ俺大型のあのやつ抱えてるから。ミッション。あ、ずれじゃん。ずれずれずれ。やばい、ずれがあんだな。あるって。信じてたよ。うん。あ、それ。はい。いやでもちょっと何かが高い。足速いんじゃないの。足速い。いや俺ね、
ディフェンスはね、やっぱライン高い場合足速いの重視だと思うんだよね、今回7回目だよね。え、そうだ、7回目だよ。あまりに興奮して覚えてねえよ。なんか忘れちゃうんだよね、これガシ引いてるとね。いや、ちょっと待ってくれよ。クルタ来た。いや、スアレスやろ。スアレスとクルタ、やべ、ちょっと待って、俺全然楽しめねえよ。俺も脳汁出させてくれよ。いやピンポイントって来てれば補強したいところ。あと後ろでね、戦場でチアゴシューバーあたりが来てくれれば神、メッシとかネイマールはね、徐々に徐々にね来てくれればいいっていうか、もう8やお前、8っお前出せ。いやいや、もう出てる。あ、もうなんか聞いた、8回目、ちょっと引きすぎ。黒、ちょっと待って、黒もまあ、まあ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 、こう休憩箸休めやろ。確かにね、これ振り戻しあるから、そうこの辺でも銀引いといてみたいな。銀あと何体なんだ。ラッシュフォー、ラッシュフォーだね。あ、早い、90と92あるわ、早っ。使い方次第にちょっと化けるな、うん、スーパーサーブとか持ってるともう最高なんだけどね。うん、あと2回かな。あと2回、うん、もう銀も24だもん。もうコネ 47.4 なんだから、逆に来んなや。もう来るな、来い来い来い、ペラ。これでメッシネイマール引いてるやべえな。いやでも半分以上はもう金か黒だから。いや金かよ、なんで2回続けて銀。いやでも黒が、黒と金とかあったから。あー、2連続結構来ない。いや来た今回、暑いです。アンドラウメだね。うん、はい、今セミナーがあるからね。ロングスローか、やべえ、スアレスは超熱い。いややばいね。さあ、おもち TV がラストかな。うん、もうね、ここら辺から 8.3 なんで、確率も引け、うん、ちょっと3つ、うん、ん、いや、金だってデンベレ欲しいんだ、マジでデンベレ来い、デンベレ引け。キーパー、いや違うな、キーパーじゃない、キーパーじゃない、左足のね、髪、マルコス・アロンソか。マルコス・アロンソね、早いよね。でもガチでこんな髪してんの、早くねえのか、マルコス・アロンソは。スタミナがある感じだな、早くはないな、うん、早くはないね。まあ、でもスピードが80、まあでも微妙だな、もう88あるし、ね、さあ、ということでこれでね、やった、俺黒寝るよ。10回なんで、ちょっと確率見ようか。 8.3 だと。じゃあね、もうだって23しかいないもん。これでね、おそらく来てくれるんで、ちょっとタックしましょう。さあ、ということで後半の残り10連いけ、かませかむせ。スワレスとクルトって言っても黒の中でもさ、超上やもん。いやもう欲しい欲しい欲しいっちゃって感じ。チアゴシューバーくっ。ちょっと俺も欲しいよ、そういうの。まあちょっとまだ銀で誰が隠れてるの。うん、スピード瞬発がある、これがいいんじゃないかなと。でもさ、あいつでかくて速かったんで、190あって、バケモンだろあれ。あ、まあまあボディコントロールもある。あ、でも結構強いな。こいつボディコントロールもあるぞ。本家とピンポイントクロス持ってるし。あれだよね、やっぱりそのライブアップでの、うん、あれによって。いやー、いいねいいねいいね。8.5。いやもう出ろや。さすがに。いや俺も黒引かしてくれ頼む。2018まだ黒引いたことないんです、お願いします。さすがに出てよね。来い、何点？来い。来い。コントローラーブルルみたいなのないの？これ2連続金か。なんだお前、髪、髪バンクエみたいな髪してるんだよ、髪すごいな、なんかかっこいい主人公なんだけどな、ロングスロー持ちの主人公だ。いや来る来る来る、10連続来るよ、さすがに来るだろ。いやもうすっくり来る来る来る、8.7 だよ。だいだい、信じろ信じろ、8.7 だよ。メッシ連れてきてるから、もう一回メッシ連れてこい。ネイマールでもいいな。ちょっと待って、チアゴシューバーでもいいんだけどね。うん、それもあるよね、うん、センターバック来ればこれ完璧なんだよ。いいよね、それもそれもいいよね。来い来い、あっちょっとずれろずれろ、うわ光るわ。もう俺の時ばっか光る。え、マチーディじゃない、あ違う、あデンベレじゃん、これ超でかいよ、金の中でもめっちゃいいじゃん。デンベレ来た、スピード91、あの瞬発91、スピード89、ボールコントロール82。決定力が低いんだよね、ちょっと。でも77だから。うん。デンベレやん。いやーこれ嬉しい。ちょっと待って、コンディションっていくつ？アプリめっちゃ低いんだよ。あ、6か。ちょっと6まあ、バルサだしね、これからどんどん上がってきてほしいね。どうなのか。薄まぬ。4回で、次5回目か。忘れてきちゃうんだよね。ちょっと待って待って待って。金はもういいよ。オッケーオッケーオッケー。デンベレか。金はもういい。もうネイマールみたいな感じ。早め。
盤だ。ちょっと背高い感じになってる。あ、やばい、これ中盤だ。中盤のポグバー、ピーポグバー。あ、でもポグバよくね。いやー、ピーポグバどうなんだろう。一番ケツで使うよ。いや、だっているもん。マティッチと被るけどさ、ケツであんま使う選手じゃないじゃん。まあ、でもモドリッチの控えや。ちょっと見せて見せて見せて。190でかいな。あ、でもまあグランダーパスも高いわ。ちょっと瞬発どうなん。あ、まあでもあるわ。あ、ちょっと使ったら使えるかもしれない。使えるぞこれ。わかんねえんだよ、生の使ってみないと。コンディションの手は5だけど。 5? うん、見返して5かよ。まあでも関係ねえな、マッチスリーで活躍してくれるんだろ。ワンタッチパス、ワンタッチシュート持ってるし。いや強い強い。いや、わかんない、使ってみないとわかんない選手だねこれ。さあ5回目今来ましたよ。いや、もう来るよ来る。しかもポグマだって上の方の黒だからね、引いてきてるから。いや、大丈夫、信じろ。メッシ当ててんねや。せやな、メッシ来い。メッシメッシ、神の子、まあ、チアゴシーバでもいい。神の子、キリーにもいい。ぐる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 、ドカーン。2列来るやろ。まあ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 、結構多いのに。もう銀引ききれよクブス、これもう金以上のガチャになんじゃん。もうしまいにや、終わりだとしたら。そんなことやり始めたら終わり。終わり。いやー、まあ今回でも結構補強できる。まあ最後にね、ちょっとフォーメーション当てはめてみようね。はい、7回目、ヒティ来い。いや頼む、マジでここ。いや、金かー。7回目かー、なかなか超えられねえ。突破できねえよ。ん、あー、フロレンツィ。え、フロレンツィサイドバックになったローマ。うん、早いね。スタミナ瞬発があって。そう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 、これ守備もできるの。初期の方使ってたね、フロレンツ。あ、右だったらそうそう、できるよ、どこでも。こういうの結構大切だよね。だから要は誰かがコンディション程度っていうか、その低い時にこいつが絶好調だったら、どこにもこいつをとりあえず入れられるっていうのが、うん、コンディション7だ。うん、オッケーオッケー。あ、スーパーサーブ持ってるし。いや、面白いね。うん、オッケー。これめっちゃいい。73でもサイドバックはちょっと怖いな。さあ、あと3回。8.8 じゃねえかよ、お前。いや、もう来いや。カモン。8.8 って、お前。カモン、カモン、カモン。よし、ここだ。ん？俺だけじゃん。うん、あ、今、1人来たけど。銀多くね。俺、ピーポグマなんだけど。全然関係ねえし、南米と。ババ。が、はしゃがいんじゃん、こいつ。おい、ほら。でかいの？いや、だってでかいでしょ、絶対。ガーナ代表だもん。なるけど、ほらほら、全然いいじゃん。スピード、瞬発。あと他、ちょっとまあまあ高くて、みたいなところ。コンディション安定度が5か。スタミナもあるね。いい、いい、いい。あと、ラストだ。ラスト？おそらくワンだよね。9.0 って。濃いや、逆に。ちょ、で、9番来んじゃない？どこか。ナンバー 10！ ナンバー10が欲しい！隠れた！長い！来た来た来た、これ止まらねえよ。メッシュメッシ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 、ネイマールじゃない、ネイマールじゃない。ああ、また違う、ネイマールじゃない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 、マチュイニーじゃない、マチュイニー。カンテか。まあ真ん中ばっか来てる、真ん中ばっか。いや、スタミナ98、バケモンじゃん。一時期の中友じゃん。2016か。いや、だって息しやすそうだもん、鼻、うん、ガチでスタミナあるわ、これ。おい、ディフェンス94、ボール出し91、うん、ボールコントロールめっちゃ高い。グランダーパスがさ、83もあんの、うん、カンテ。いや、これカンテすごいいい選手だもんね。だって、いや、これやばいだろ。中盤9ゴラン、はい、モドリッチ、カンテ、モドリッチ、ポグバ。どうした。うん、後ろが欲しいな。そうだな。でも、まあ、ここに立てんの8。いや、これ絶対使えんじゃん。モドリッチダメだったらカンテ入れれば。身長が低いんだね。169しかないんだね。これ10連したっけ。ちょっとあと1回ずつ引こうか。そうだね、もしかしたらずれてるかもしれないんでね。もう合ってるかもしれないんですけど、ちょっとお互いね、1回ずつやっていきたいと思う、最後に。ウェイどうせなんだね。いやー、2個引いたけどね。そうだね、もう確定でも来たね。確定演出を、気持ちよかったな、確定演出。いや、脳汁出たね。うん、確定かもルスアレスだったっけかな。まだね、確定です、気持ちいいわ。あ、ガイタ金になった、ね、ガイタ金になった。それガイタ金だよ。それ金だよ、お前。黒じゃね、
うん、最後メンバー決めるの楽しみだね。ラスト本当の 8.8 見せろ。でも1回出るとちょっと下がるんだもん。見せろ見せろ。南米全然ついてこないじゃん。南米の選手。まあまあ、いやまあ補強できたな。うん、ほい。あ、どう、でかいんだ。ベンフィカ足、あー足速くねえな。さすがにでかいか、足速いとこっちでしょ。78、79ってこれどうなの、使ってみると分かんねえな。まあ、どれぐらい速いのか。コンディションでも7だわ。いやでも結構いいな。190のまんま。 OK ということで、まあね、今までねゲットした選手、まあ、かなりいますけど、ちょっと当てはめてみましょうか。で、あの監督もね、ちなみにあのスリートップの監督買って、まあ今ねこんな感じなんですよ若干。まあちょっとあいついないんですけど、あのミラーはね、うん、使ってないんですけど、まあ、スアレスだろうな、ここは。スアレスの、でももうこのポジションだとポグバとか余るな。あのね、だからね、モドリッチがこうなって、ナインゴラン右に置いときてえもん。そう、ナインゴランがどこ行った、ここなんだよ、うん、絶対。で、ポグバが俺的にここでもいいんじゃないと。マティッチ、でもマティッチ強くね。いや、ここかも交互でいいんだよこれ、だシーナもお互い、ここ使いたいと。あとはカンテもいるから、ここぐる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 回せばいいと思う。ぶっちゃけあんまこのセンターバックに高さを寄せるんだったら、カンテを1個下げて、うん、やっても全然強いんじゃないかな。クルトワ、ティーボ・クルトワ、あとジエゴ・コスタか。じゃあジエゴ・コスタとかどこに置くかだな。いや、まあスアレスとバンコじゃね。バンコだね。スアレスが B じゃんお前。普通にカンテ A やねん、いけ最高。まあ、あとはね、いろいろ、まあまあ、ゲッツはね、俺個人的に好きな選手だし、ベロッティとかもいいしね。まあまあ、かなりね、前の方はもう補強できてきたかなっていう感じなんですけど、あとはやっぱり後ろだね。そうだな、この4枚のうち、やっぱりセンターバックにちょっとね、弱いんで、まあ、かなりいい選手は来たんだけれども、金で、うん、ただ、まあ、足の速いね、センターバックの黒が、そうだな、あと来れば、まあ、このチーム完成してくるのかなと思うんでね。ということで、また次回でお会いしましょう。さよなら、ボー。